1961年発売の中良し家庭音楽会。小賀里子の ABC の歌を収録している。ABC の歌は英語で使われるアルファベットを学習するための歌で幼稚園や保育園で歌われることが多い。アルファベットの歌とも呼ばれる。キラキラ没シのメロディに乗せて歌うものが最もよく知られているが、それ以外の ABC の歌も存在する。初めて。 日本に紹介されたのは、江戸末期で、ジョンマンジローの表した、英会話本による。楽譜、キラキラ母子のメロディで歌うもので、日本やアメリカで、ABC の歌といえば大抵これを指す。ボストンに本社を置くチャールズ・ブラッドリー社により1835年に、ザ・ ABC マイナスフルートのための変奏曲、ドイツの旋律簡単なピアノ伴奏付きの題名で、 最初に著作化された。2017年には、ザ・ ABC をモチーフとした、楽しいバストの数え歌が発表され、ミニアルバム、カノエ暴走に収録された。様々な変奏曲のものが存在している。以下では、2より4分音符1個、2より9分1個を表すものとする。さらになう、愛能以降の歌詞については、様々なものが存在している。 キラキラ没死のメロディで歌われるもの以外にも ABC の歌はあり、その一つにフォニックスを学習するためのものがある。この歌で、教師は児童たちに、犬が、ワン、猫が、ニャンと鳴くのと同じように、愛は、愛イや、いいと発音するといった具合に、各文字の名前と発音方法を教えていく。各アルファベットが、頭文字となる単語を歌詞に織り込む、形の、 ABC の歌も存在する。その一つとして1948年に発表された、ブディケート・フレッド・ワイズ作詞、シドニー・リップマン作曲の絵、You are Adorable がある。ありがとうございます。